よく行ってたお店があるんだけど、まあ、今回はちょっとなんだろうな、中華街おすすめみたいなので調べて初めて来るお店でね、かっこいい名前、劉少奇で、ランチおすすめ、お得セットで僕は五目麺のチャーハン、ザーサイ、春巻き、唐揚げ、杏仁豆腐、小籠包です。小籠包。そうそう、小籠包。じゃあまた美味しい食レポお願いします。ちゃんとね、このせいろに入って、うん、これがね、このうま汁が飛ぶんですよ。あ、そうだよ。そう、このね、うま汁がね、うん。でも私はあの本当にいるまいちに小籠包の食べ方が美味しいと言われて、美味しいじゃない。上手と言われてる。そうなんですか。ですね、これすごいですよ。いただきます。すごい汁が飛んでましたけど、肉汁を飛ばしてなんぼ小籠包とディザート、ディザート、デザートですね、それは。まあ基本ですね。美味しそう。美味しい唐揚げ、私もね、1個いただきましたけど、美味しい唐揚げでした。うん、どうですか。イガラシさん、イガラシさん、インガラシさん。ちょっとシュッカリ。世界一好きなディザートと言っても過言ではない、バーニーボーフ。それでは皆さん、いきますよ。もうね、スプーンの入り方が違う。スプーンの入り方、このつまりバーニーボーフの硬さが分かります。硬さなんですよ。よくあのほら、ひし形のさ、寒天みたいな、あるある、あれは杏仁豆腐じゃないよね。あれは杏仁豆腐じゃない、あれは偽杏仁、うん、これは本物。ちょっと見てください、すごいんですよあれ。さすが本場の北京ダック。でも私、北京ダック食べません。バニーのケーキにしてくれます。匂いが…早く食べよう。火の…ライブやる。
ロジー抜けてみよう。うん、初めて撮る。ね、初めて撮る。小籠包とか小籠パウ、小籠パウをね食べましたね昔。面白いお土産いっぱい売っててね。そう。オンチなランバダを歌うパンダとか。あれ。そうです。あれまだ売ってないかな。目がこうチカチカ光ってね。ありましたね。BGM がランバダなんだけど、その音程がすごいオンチ。そう。あ、おすすめパンダありました。やっぱりパンダものが多いね。パンダものが多いね、うん、ほら、パンダ空飛んでる。あそこのさ、あのパンダ屋、うん、あそこよく行ったよね。あ、行きました、パンダ屋。行っちゃった、めっちゃ可愛いんだよね。いや、やっぱり中華街はいいな。楽しいな。楽しいね。全部のお店行きたいな。全部いただければ。そしてね、これが手にない方もですね、もうそのままやっていただければいいんで、横振りと縦振りがあるので、皆さん一緒についてきてください。それじゃあみんな行きますよ。パンダパン、嫌ねだってできないから、僕には僕を見ていた。パンダパン、パン、パンダパン、パン、パンダパン、パン。つぶらな瞳は星、歪んだ世界を